金剛広木は埼玉県入間市出身の元プロ野球選手、コーチ。現在は立正大学公式野球部でコーチを務めている。提供校では1995年夏の第77回全国高等学校野球選手権、大会優勝も含めて3度出場。ただし控え投手のため試合出場は2試合で、途中から外野守備についたのみで当番機会はなかった。 立正大学に進学し、東都大学野球に加盟する、同校野球部に入部すると、時速150キロメートルをマークして、一躍スカウトから注目されたが、2年生の時に、右肘を故障して、プロ入りの機会を逃す。大学では、武田勝人同期であった。リーグ一部通算29試合に、登板、6勝8敗、防御率2.69。3年以降は2部リーグ。 大学卒業後、2001年に社会人野球の朝日生命に入団。都市対抗野球にも出場したが、同年末に同社野球部の廃部が発表され、翌2002年から日本通運に移籍。後に中日に同期入団する河井進むとともに左右の2枚看板として活躍した。過去何度もドラフト候補に挙げられていたが、2004年の プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから球位指名を受けて念願のプロ入りを果たした。2005年の春季キャンプでは揺れて落ちるフォークボールがフォークボールの神様と呼ばれた杉下茂に絶賛された。しかし2005年、2006年とも2軍で防御率5点台に終わった。2007年、背番号を0に変更。2軍でクローザーとして活躍し、 チーム最多の36試合に登板して、防御率0.68、11セーブの高成績で、ウエスタンリーグ最多セーブ投手に輝いた。9月29日に行われた、ファーム、日本選手権でも終盤に登板し、ファーム日本一の同上げ投手となった。2008年は2軍で、防御率2.00、1軍では、プロ入り最多の12試合に登板するも1軍に、 定着することはできなかった。2009年は2軍でリーグ最多の42試合に登板し、防御率3.21、2勝4敗13セーブの成績で2度目のウエスタンリーグ最多セーブを獲得した。2010年は2年ぶりに1軍登板を果たす。6月2日のオリックス戦で延長11回裏に登板したが、T 岡田にさよなら3ン本塁打を浴びて、 敗戦投手になった。なおこの試合は8回表終了時点で、中日が70でリードしていた。結果的に混合にとっては、これが1軍最後の登板となる。2011年は2軍で31試合に登板し、防御率0.62、1勝14セーブの成績で3度目のウエスタンリーグ最多セーブを獲得した。2012年は2軍で43試合に登板したが、 一軍当板は一度もなく、10月2日に、球団から戦力外通告を受け、その後現役引退を表明した。二軍では8年間で272試合に当板したが、これはウエスタンリーグにおける最多当板記録である。引退後は、読売新聞グループの読売情報開発に再就職した。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、 翌2017年2月7日に日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。2017年秋に母校である立正大学の投手コーチに就任した。ありがとうございます。